52番人の熱狂。平野潮横浜流れ星インスタコラボでファンを魅了魅了。親しい友人同士の素晴らしい関係。それが平野潮と横浜流れ星の物語です。8月30日、元ー n g o p スの平野潮26がインスタライブを実施。このライブは驚きと感動にあふれた瞬間でいっぱいでした。 平野紫耀と横浜流れ星、これは日本エンターテインメント界の2大スター。彼らが親友であることは多くのファンにとって心温まる話です。2人は2018年に平野さんの初主演映画、ハニーで共演し、そこから親しくなりました。そしてコロナ災いで外出自粛中の期間も関係は続き、電話で交流を深めました。 驚きの一幕として、平野が愛してるという和文を何度も投稿し、横浜が、じゃあ、俺もだよ、と答えたエピソードがあります。また、もしもし、どうと問いかけてから平野が無言電話を続けることもあったそうです。しかし、平野は喋ろうと思えば喋れるという環境が心地よい、と語り、ファンの心を温かくしました。このインスタライブでは、 平野が横浜を見て元気トイプードルみたいな髪の毛じゃん。かわいい。と微笑みました。横浜は笑顔で答え、元気だよ。と返しました。お互いにちょいちょい会ってはいるものの、実際には多忙で会えていないことを説明し、互いに予定を合わせて飯でも行こうよ。と話しました。 ちなみに、2020年10月に放送されたバラエティ番組、人間観察バラエティモニタリング TBSK で横浜は平野との食事が一度だけで、その時はイタリアンを楽しんだことを明かしています。また、雑誌インタビューでは、ドライブデートで東京を台場のレインボーブリッジに行ったことも明らかにしています。親友同士である彼らは、 コロナ災いに加えて、それぞれの仕事が忙しくなり、会えなくなった時期もあるそうですが、このインスタライブでの再会は多くのファンに喜びをもたらしました。実際、二人がコラボした瞬間、同時接続者が52万人に膨れ上がり、その人気ぶりは計り知れないものがありました。しかし、この関係はただの友情だけではありません。 インスタライブ中には、横浜が平野のダンス動画を絶賛し、平野にダンスの指導を依頼する一幕も、平野は、高いよ。2時間でまあ、っちゃ悪いけど、東京に LDK の家賃ぐらいはするかな笑い、と冗談交じりに答え、横浜は、高すぎ、高いなから、とツッコミを入れました。 横浜は実際に空手の有段者であり、ボクシング映画、春に散るに出演する際にはプロボクサーのライセンスを取得し、アクション俳優としての活動も行っています。将来的にはダンサー役も演じるかもしれません。彼らは異なる分野で活動していますが、共通点も多く、お互いを尊重し合っています。 この親友コンビの特別な絆はこれからも変わることはないでしょう。結論。平野紫洋と横浜流れ星の特別な友情関係は多くのファンに愛されています。彼らは親友同士でありながら異なる分野で活躍しお互いを尊重し合っています。その絆はインスタライブでの再会で再び輝きました。これからも 彼らの素晴らしい友情を応援し続けましょう。読者への挨拶。平野紫洋と横浜流れ星の素晴らしい友情について、この記事をお読みいただきありがとうございます。彼らの親友コンビはファンにとって特別な存在です。これからも彼らの活動を応援し、彼らの友情を称賛しましょう。